陽明史390年の歴史の中には様々な文献が残されています。これは天明5年に作られた長唄、当時すでに陽明酒が飲まれていたことがわかります。文化10年、尾張藩主が陽明酒の製法を尋ねたという古文書、そして大正から昭和にかけてのポスター。いつの時代にも毎日の健やかな暮らしのために陽明酒があります。